妄想代わりをするんですよ。ほう、いろいろ書いてあるみたいだな。まあ、それは見たらあかんやつです。もう勝手に見んといてください。すまんな。もう油断も隙もあれへんやから。だが、先を見ているとおもろいですよ。おすすめで桐生さんならうちをどんな設定に。